こんにちは、ナナです。今回は一層残しの説明をしていきたいと思います。今回はスタッフを使っているんですが、実際のお客さんが来た、施術の流れを伝えていきたいと思います。どちらかというと、自宅サロンとか、ネイリストの、お客様を相手にしている方向けにはなるんですが、セルフでもやり方は一緒なので同じようにやっていただければいいと思います。3週間前に、ネイルをしてある状態なんですが、ベースに赤と黒を混ぜたものを塗ってある指と、あと親指にはシャーペンで印をつけて、その上にベースを塗ってある状態になります。はい、では早速やっていきたいと思います。今回マシンを使っていきます。マシンの動かし方なんですが、左から順番に左、真ん中、右、そしてまた左、真ん中、右というふうに、数回に分けて動かしていただくといいと思います。一気に削っていくのは簡単なんですが、摩擦があるので、やっぱり嫌がるお客様が多いので、摩擦熱をでお客様の場合は一気にやらずに、回数を分けてやっていただくといいと思います。でその際に、摩擦熱があるということをお客さんにちゃんと伝えていただいて、もし、摩擦で熱いなと思うようなことがあれば教えてくださいというふうに伝えておくのは大事だと思います。で、セルフの時は、一気に削っていただいても、自分自身なので摩擦がなければ一気に削っても OK なので、私は一気にやっていきます。こんな感じに順番に削っていくと、中心部分の方がジェルの厚みがあるので、中心にジェルカラーがですね残ってくるので、最後にこれも同じように左、真ん中、右というような感じで真ん中の部分のカラーを削っていきます。はい、こんな感じでカラーがなくなってきたら OK です。では他の指も同じようにマシンで削っていきます。でよく、他店から来るお客様で、爪が薄くなったとかっていう方とか、ちょっと爪を今休めていたっていうふうに言う方がいるんですけれども、一層残しをしていただければ爪が薄くなるって言ったことはないので、私自身も、デザインをですね、いろいろお客さんに楽しんでもらうために週に2回デザインをチェンジするんですけれども、爪が薄くなっているということは一切ないです。根元付近のジェルを削るときはこのようにマシンを縦向きにしていただいて削るといいです。こんな感じでベースの赤が残っている状態で大丈夫です。では反対の手も同じようにマシンで削っていきます。でそして、今回の一層残しなんですけれども、やっぱり溶剤でオフをしてしまうと、やっぱちょっとずつでも、地爪が薄くなっていくので、できるだけマシンで一層残しをしていただいた方が確実に自分、地爪にですねダメージを与えずにやっていけるので、そういう風にやっていただくといいと思います。でまだ、マシンに慣れてないから怖いなっていう方は、カラーがですねこのくらい残る状態まで削ってっていう風でも大丈夫だと思います。反対の手と違ってこれくらいカラーを残していただいても大丈夫です。はい、では次にファイルに変えて削っていきたいと思います。マシンだけだと縦動きなのでやっぱ筋が入ってしまうので、ファイルでギリギリの一層残しにするのと同時に、鳴らして綺麗な曲面を出していきたいと思います。でこんな感じでマシンで削りきれなかったカラーの部分をファイルでしっかりと落としていくので、隅の方からしっかりとカラーを落としながら順番にファイルを動かしていきます。
両サイドのところはちょっと削れにくいんですが、下からこうすくい上げるようにファイルを動かしていただくといいです。爪のカーブに合わせてこのようにファイルを動かしていきます。そして伸びてきている根元の部分の地爪に新しい傷を入れていきます。でこれはもう優しく傷を入れてあげてください。でキューティクルのところ皮膚を傷つけないようにファイルをゆっくり動かしながら傷を入れていきます。そして、検定では、ファイルの往復掛けっていうのはダメになっているんですけれども、地爪にしてもジェルにしても、ダメな理由が分かっていて、そうならない方法が自分で分かっている場合であれば、往復掛けの方がやっていく上では早いと思います。で、分からない場合は、やらない方がいいと思います。で、表面きれいな曲面にできたら、先端の形も整えていきます。はい、こんな感じで全体的に曇るようになれば綺麗に削れている証拠になります。はい、では他の指も同じようにファイルで削っていきます。で一層残しをしていく上で私は、必ずこうやってファイルで綺麗な曲面を出していくんですけれども、その理由として、下処理が本当にマシーンでやっただけで、縦筋が残ったものとファイルで綺麗な曲面を作った場合とでは本当に最後の仕上がりが全然違ってくるので、私は本当にファイルでしっかりと綺麗な曲面を出していきます。なので本当に下処理は大事だと思っていただいていいと思います。で親指も同じようにファイルで削っていくんですが、親指のベースの下にですね、シャーペンで印がつけてあるので、シャーペンの印がですね、少しでも傷つきが入ったりとか、消えてしまうようなことがあると、地爪を削っているということになるので、印を削らないようにしっかりファイルを動かしてください。同じように根元の部分は丁寧に削ってあげてください。で最後に全体的に綺麗な曲面になるように動かしてください。はい、こんな感じにベースの赤が綺麗に残っていて、表面も綺麗に曇っているような感じであれば、しっかりベースが残せている証拠になるので、こんな風になるように削ってください。では反対の辺も同じように削っていきます。
こっちの手はカラーがですね結構残っている状態になるんですが、やっぱりまだマシンに慣れていない方は確実にファイルでしっかりとベースを残していけるようにしてやっていく方法の方がいいと思います。こんな感じで完成です。こっちの手も同じように綺麗にですね曇っているような感じであれば綺麗に削れている証拠になるので、これで OK です。爪先や根元の部分に関しては浮いている部分があるときはしっかりとその部分を落としてあげないと浮きの原因になってしまうので、しっかりそういうところは削ってください。はい、こんな感じで削りが OK です。では次にセラミックプッシャーで甘皮を押し上げていきます。これでしっかりと、甘皮を押し上げてあげることで、根元の部分ですね、細かい傷が入れれなかったところしっかりこれで傷を入れてくれるので、甘皮はしっかりと押し上げてください。反対の手も同じようにやっていきます。で、甘皮処理も本当にしっかりと押し上げてあるかどうかで、ジェルの浮きとかも変わってくるので、しっかり細かい部分まで気をつけて押し上げてください。はい、こんな感じです。これでしっかりとベース一層残しができている状態になります。新しく伸びてきたところにだけ傷を入れて、もともとベースが残っているところには全く傷を入れていないので、爪が薄くなっていないということになります。で、この状態で新しくジェルを足していきたいと思います。で、まずは私は通常通り、まず地爪とジェルのくっつきを良くするためのボンドみたいな役割のものですねを塗っていきます。で、そして新しく伸びてきた地爪の部分と、もともと残したジェルの部分ですねに新しいジェルを、塗ってなじませていきます。はい、こんな感じで新しくベースを足すとこんな感じになります。しっかりと伸びてきた部分には新しいジェルを足して、綺麗な、今回はちょっと色をつけたので色が出てるんですけれども、こういう風に綺麗になだらかになるように塗ってあげてください。で、次に同じようにいつも通りカラーをこのベースの上に塗っていきます。というように新しいデザインを進めてやっていくんですけれども、こんな感じでベースを残して新しいジェルを足してというふうにやっていけば、一層残ししっかりやっている状態になるので、爪を薄くしずにいろんなデザインを楽しんでいけると思います。地爪が薄くならずに一層残しの方が本当に地爪に負担なくジェルネイルを楽しんでいただけると思います。
こんな感じでぜひやっていただけるといいと思います。ありがとうございます。